十郎君、君は誰だ。怖いって怖いって、尻尾と同じじゃん。もうマジでゾクゾクした今。はい、皆さんこんにちは。めちゃくちゃ久しぶりにクラブ十郎編を今日やるので、なんかもうめちゃくちゃ楽しみな達也です。いや、なんかさ、もうクラベがね、泉から人格をね変えられてるとかさ、まあ過去4人殺したとかさ、13番騎兵に乗って2時間戦ったとかさ、めぐみちゃんが作ったご飯に対して料理を言わない。料理に対してありがとうを言わないとかさ、もういろんなキャラが分かった後に重郎やるのめちゃくちゃ楽しいですね。で、前回はまあ一通り、あ、なんかこれだけやってないな。これなんだろうね、これなんかでも、なんかどうでもよさそうだな。では、続きやっていきましょう。わー、楽しみ。比べ十郎。放課後。あ、とみちゃん。あ、なんか懐かしい。未来から来た泉十郎。あー、キューター、久しぶり。事件で記憶をなくして。うん。別の人格に変えられたのが、うん、今の僕、比べ十郎。ここまでも自分で理解してるんだね。信じられない。だけど本当ならこれが違和感の原因だ。うん、間違いない。階段での話を彼女に尋ねても寂しそうな目をして、あ、ごまかすだけだ。そうだね。過去に遡って滅亡の原因と思われる研究施設を爆破し、うん、研究員を撃ち殺したんだ。研究員を撃ち殺した。あれ、4人って全員研究員だったの？ってことは伊田哲也は絶対そうだよね。撃ち殺してるよね。だって研究員だもん。あれ違うのかな。冬坂さんに似た人が仲間だった。そうだからさ、これ最初俺、これもミスリードだと思うんだけど、冬坂に似た人、これ森村千尋だよね。森村千尋と2人でなんか世界を救おうみたいな感じかなと思ってたんだけど、逆、あ、なんか逆を言うと森村千尋に操られてたんじゃないかな。それこそ426打ち込まれてたとか違うかな。南さんが突然、うん、三浦君を家に連れてきたんだ。そうだったね。薬師寺だけでも問題なのに。おい、僕の夢の一人暮らしは。おい、めちゃくちゃだ。一番の問題は出された料理に対してありがとうと言わないお前だよという。僕が学生たちを殺してもらった。あ、そうだそうだ、研究員とプラス学生たちも殺してもらってるんだ。殺した人の中に冬坂さんや薬師寺が。あ、じゃあもう4人のうち2人確定したね。冬坂と薬師寺。これが記憶なら。で、おそらく富ちゃんも殺してる。本当にあんなことを。うん、っていう。よ、十郎。久しぶりキュータ、元気？帰ろうぜ。うん、若干俺キュータのことも疑ってるけど、お前は本当に友達なんだよな。そういや、ん、どうした？まだ途中だった。ああ、これなんかいつものパターンだ。行こう行こう。ん、あ、うん。え、何すればいいのこれ。放課後の教室2。そんな、なんか学校の階段みたいな。2、3とかありそうだな。これなんか同じことやってるように見えてるけど違うのかな。実はあれ、何もできないぞ。あ、キュータか。今日は阿美口くんの家に行こうと。いつもだな。言わないんだね。確かに。あのゲームクリアしたからな。え、何今の点点点って怖。ま、今日はお前に付き合うぜ。え、キュータ、キュータ仲間だよな、キュータ。え、例のビデオ。例のビデオ残ってるかな。うん。レンタル屋行ってみるか。あ、何これ、もう早速分岐じゃん。まあ一応今日、今回はビデオ焼こうかな。貸し出しされてなきゃいいな。カバンカバン、よし行くぞキュータ。向かう。レンタルビデオ屋って初めて行くな。あ、なんだこのシーンか。普通にレンタルビデオ屋の中をうろつけるのかなと思ったら違ったわ。ついてねえな。ん？ビデオ屋が休みなんて。あ、そうなんだ。あの様子だと
当分開かないだろうね。え、何潰れたの？ガラス割れまくってたし。あ？ガス爆発事故に巻き込まれたんだな。ガス爆発事故？テレビでやってたあれ、あの店だったんだ。え、何それ？うわ、これも絶対なんか騎兵関係じゃん。古くなったガス管からガス漏れで爆発、ビルが一部崩れ、広範囲で窓ガラスの被害。え？7時台のニュースでやってたな。どうする？ふてくされて帰るか？まあクレープ食べに行こうぜ。そうだね。うん、甘いもん甘いもん。ああ、ケイタロウ君じゃないか。うん、こんなところで何してるの？学校から君をつけてきた。お、堂々と言うな。一体どうしたの？説明してくれないか？ん？君がそうやってとぼける理由だ。いや、もうなんかもう穏やかじゃない。すでに君は騎兵の搭乗員だ。うん、キュータがいる前で話していいの？どうやって騎兵を起動させた？騎兵？何？忘れたというのか。つい先日ここで起きたことだ。ああ、あれか、ケイタロウの額をなんか触ったか見たかしたら騎兵がバーって出てきたことか。うん、商店街の事件。ここで起こったガス爆発のこと？その事故なら知ってるけど。ガス爆発じゃない。君が、あの向こう側に騎兵を転送した。転送？映画の話か？あ、キュータ。そういうのあったよな。ああ。なるほど。そういえば。ごまかすために、映画好きにしてるんだ。だから、夜な夜な夢、ごめんね。夜な夜な見る夢を、あれは映画が好きだから、映画のやつを見すぎてるからあんな夢を見てるんだよっていうことに逆にしてるんだ。だから十郎が映画好きっていうのもこれは作られてるんじゃないかな。柴くんに借りたビデオにあったね。で、借りてるのが柴からだから、なんか柴が映画好きにさせてるって考えると、柴、九太郎じゃねえや、九太怪しいな。十郎くん、君は誰？もう怖いって怖いって。で、尻尾と同じじゃん。をマジでゾクゾクした今。うわぁ、紹介するよ、同じクラスの柴九太君。いや、そういうことなん、そういうことじゃないと思う。どこにいる？柴君ならそばにいるじゃない。いや、ここには君と私だけだ。怖っ。やだな、三浦君。あれ、確か前にもこんなことが。あ？え、もう恐ろしい恐ろしい恐ろしい。この間貸したやつどうだった？あ、見たよ、借りた映画。でも今日はテープ持ってきてない。あ、トメちゃんから見てもやっぱ一人で喋ってるように見えるの？返すのはいつでもいいよ。それより映画の感想は？追い詰めた犯人が体に乗り移って、結局主人公が犯人になるなんて。いや、それまさしく十郎のことじゃん。やっぱ十郎426とかに乗り移られてるんだよ。で、犯人になったんだよ。好き嫌いの分かれる結末だと思うよ。そうか、俺はいいと思ったんだけどな。ちょっと、うわー、で、みやこちゃんがブツブツ独り言を。うわぁ、おかしいよ。うわ、キュータ、なんで顔を伏せるんだ。あんた大丈夫なの？は？シバ君と話してたんだ。シバ、なんなのそれ。みやこちゃんのリアクションも。クラスメートのシバ、キュータだよ。クラスにそんなやついないよ。恐ろしい。え？あ？あ、もう怖い。あ、ついてこないで、怖いから。え、みやこちゃんには見えてるよね。さすがにさ、トミちゃんに見えてないだけだって。そのメガネなんか度が入ってないじゃないのな、みやこちゃんな。うん、分かってる。プリントだろ。うん、それより沢谷さん、キサラギさん、おかしいんだ。そう、おかしいんだよ。でもレンズのね、動画ね、合ってないと思うんだよね。だなんて。そう、おかしいよね。誰？マジで？マジで言ってる？そこにいるだろう。クラベ君、シバなんて人ここにいないよ。あ？
丈夫？俺が大丈夫じゃない俺が今大丈夫じゃない。俺ずっと口開けてる今。うん、いっぱいなんか虫が入りそうなぐらいめちゃくちゃ大きく口開けてる。いや、もう話しかけられないって。芝君も何か言ってよ。ああ、みんな意地悪だな。幽霊と話してるっていうオチ。いや、冗談なら面白くないよ。俺が幽霊ね。女子のジョークはセンスがないよな。ジョークで済ませてる。行こうぜ。芝君。行きたくない。行かないといけない。どうした？もう行くぜ。僕たちってさ、ずっと一緒だったよね。え？そりゃ、小学校からの腐れ縁だからな。ああ、てかもうなんかもう芝の頭がブレてんじゃん。なんだよお前まで。どうも引っかかるんだ。うん。女子の冗談真に受けんなよ。考えてみれば変だ。お？もう何この BGM。 何が変なの？ね、何が変なの？もう落ち着きがない。落ち着きがない。俺に一番落ち着きがない。おかしいぞ。小学校で芝君と一緒だったのも。うん。中学のことも思い出せない。思い出せないんだ。もう黒じゃんこんなの。芝君、僕と一緒だったって言うけど、君との思い出を具体的に。うわ。今思い出せないんだ。なぜだと思う？さすがに矛盾が多くて気づくよな。キュータ？何の話？キュータ？ここのところ無理な記憶操作をやりすぎた。難しいことを考えるな。は？ソラ、ちゃんとビデオを持ってけ。怖っ。次の記憶のやつだ。わからん。もう怖すぎる。帰ってじっくり見るんだ。なるほど。東雲涼子にとっての薬が重郎にとってのビデオなんだ。はあ。待ってくれ。すーげえゲームだなこれ。もっと日本人は全員13騎兵防衛圏で遊んだ方がいいと思う。落ち着いて。思い出したんだ。うん。彼は、芝君は僕にしか見えてないのか。怖いよ。お前にしか見せてないからな。見せてない。データなんだ。うまくやらないとこういうボロが出るんだよな。うん。君は何なの？合成人格489。合成人格489。あ、ダメだ。声に出してみたけどわかんねえ。つまり芝キュータだ。違う。いや面白いけど面白いけど怖いんよ。我ながら適当だよな。適当すぎるよ。お前の性格に合わせて作ってみた。芝キュータ。こういう人格の方が話しやすいだろ。おう。芝キュータ。逃げたってもう遅い。え？お前の頭の中には映された記憶がみっちりだ。怖っ。安心しろ。俺に任せとけば問題ない。何が？記憶。そうさ、俺の記憶がな。落ち着くんだ。誰もいない。ああ、ちょっともう、ケイタロウ、助けて、ケイタロウ、助けて、怖いよ。はっきり見えてる。何も知らずにいた方が楽なのに。え？バカだな。芝君の記憶を僕に映すって。芝じゃない。俺が、泉十郎さ。は？は？どうしてこのことも忘れちまうんだ。え？騒げば変人だと思われるぞ。さあ、友よ。は？新しいビデオだ。おかしな現実はいっそ忘れろ。これを見ろよ。面白いぜ。お前の頭をきれいにする。やめ！十郎くん！あ！した何これ。489。あ、よかった。俺これでロックされたらなんかもう発狂してたわ。何わからん。はあ、じゃあちょっとやりますね。
もうはい、わかんないんでやります。ちょっともう何も感想が出てこないです。ああもうキュータが来てる。怖い怖い怖い。はい、なに、いや怖い、来るなよ、嫌だよ、来んなよ。シバ君は人間じゃない。あ、覚えてるんだ。そして彼が僕の記憶を操作して、泉十郎に変えようとしている。未来から来た事件、今の。ここは一緒だな。僕が学生これ。これも一緒だな。南さんがと階段さ、過去にさ、滅亡の研究施設を爆破し、研究員を撃ち殺したんだ。冬坂さんに。あれ、これ一つ、あ、じゃあこれか。僕と冬坂さんだけが16年前のスミレ橋に逃れたんだ。これも芝くんの別の泉十郎の記憶か。お前結構なんか冷静だな。え、キュータに話しかけるしかないのこれ。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか。やめろよ、君は僕にしか見えてないんだろう。じゃあ突きつけてやるか。ほら、なぜ僕に泉十郎の記憶。そうだそうだ、元に戻そうとしているのか。ああ、何も考えるな。今のお前が異常な状態なんだ。あ、君は何なんだ。489合成人格だと言ったろ。だからそれを説明しろ。それじゃわからないよ。そうだそうだ。まあビデオでも見て落ち着けよ。絶対嫌だ。誰が見るもんか。おお、いいぞ。十郎やっぱ賢いな。やっぱり。あ？騒がれると少々面倒だ。え、どうすんのどうすんの。うまく記憶を消せるかどうか。ちょっと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 。逃げろ。一度試してみるか。逃げろ十郎。うわ消えそうあいつ。ああ消えた。もう BGM が怖い。こんなゲームだったっけ13騎兵って。行こう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 。ちょ、まず、マジで慶太郎に会いたい。三浦に会いたい。ああ大方、大方助けて。大方、大方、大方さん。いねえな。誰、大方くん、誰か探してる。あ、トミちゃん。おう、クラベ。うん、キサラギトミ、うん、どこ行ったか知らねえか。なんかどこ行った。お、彼女は味方だろうか。おお、僕を泉十郎に戻そうとしてる。確かに信じられるのか。不安になる気持ちもわかる。ま、知らんわな。あ、行っちゃった。ちょっと待てよ。ダメだ、逃げたって何も変わらない。いや、逃げようよ。誰ならわかる。冬坂さんは休みだし。森村千尋じゃない。薬師寺は冬坂より。あー、みんなが出てきた。うわ、芝君は2、そして彼が泉。こんなの夢だと思いたい。そうだね。冬坂さんは休みだ。おそらく彼女も何か知っているはずだ。網口君に助けを求めるか。でもこの時間は家に帰っているかもしれない。これ東雲涼子なんじゃないの。泉十郎を知ってるのは、東雲先輩だ。やはり彼女に相談するしかない。保健室にいるといいけど。うわ、保健室行ったら森村千尋がいそう。絶対いる。そんな未来が見える。あー、東雲涼子。井田先生と東雲涼子と富ちゃんの三角関係。篠宮先輩、起きてください。おはよう。朝だよ。泉くん。うん。泉だよ。いえ、覚えてませんか。クラベ十郎です。クラベ。助けてください。助けてくださいか。芝くんに僕の記憶が書き換えられてる。泉十郎の記憶に。泉くんの記憶、それは変ね。森村の話では泉くんの記憶は保存できなかったと。お、森村先生、違うよ。記憶を変えてるのは
芝くんだ。あれ、あ、ごめんなんか俺勘違いしてたけど、そっか、芝自体が泉十郎なんだ。泉十郎の記憶なんだ。だから逆を言うと抗おうとしてるわけだよね。森村千尋とかが多分比べ十郎に記憶を書き換えていて、泉十郎に戻られるのが困るって考えると、芝は逆に味方なんじゃないかな。芝くん、芝九太、うん、人格489と言ってた。合成人間だよ。彼は僕にしか見えないんだ。うん、ごめんなさい、それは分からない。そうだよね。うわあ、ちょっと僕は消えてしまうの。まあ比べ十郎はだってそもそも作られた人格だからな。泉くんの記憶があなたに移植されているなら思い出せる？彼の今までのこと聞きたい。夢とか映画で見たと思う。でもそれ、あ、そう、そうか、それが泉十郎の記憶だもんね。どんな記憶なの？僕と冬坂さんが過去に戻って、うん、滅亡の未来を回避するためにその原因となる施設を爆破して警察に追われて打ち合いに。冬坂伊織と、うん、そんな話聞いてないわ。うん、いやでも篠宮先輩もなんかまだ信じられないからな。暗い廃墟で僕が学生たちを殺して回ってた。うん、皆殺しにするために。殺した人の中に冬坂さんや薬師寺がいて、おそらく富ちゃんも。泉くんが、まさか彼がそんなことをするはずがない。ああ、やっぱ人格者だったんだ。そうだ、芝くんは記憶をビデオで渡すんだ。うん、ビデオ。未来の出来事だと冬坂さんも言っていた。どんな記憶なの？うわあ、これは UFO の中で大事な情報なのでは。うわ、めちゃくちゃ面白い。面白い。これが十郎かな。うん、よかった、無事戻ってこれた。いいよ。どうだった十郎？ナチュラルに沖野がいる。沖野とさ、森村千尋に、森村千尋って書いてあるけど、なんか似てるよね。似てない？髪短くしただけじゃない？違う？転移先はまさに侵略の最中だった。あ、命からがら戻ってきたんだ。あの様子だと壊滅だろう。年代は1985年だ。ほう、映画館のチラシ。記録では平成に閉鎖されて亡くなった。平成が1989年かな、だから4年後か。ツツジの映画館さ。セクター4は1985年、うん、セクター3が2025年だから、うん、また40年遡ってる。ってことはセクター2が2065年とかになるのかな。このタイムマシンで行ける時代はどこも侵略者に襲われてる。なるほど。なぜ過去にも現れるんだろう。そう、それが分かんない。わからないよ。わかんなかった。十郎もわかんなかった。沖野ならわかるか。司くんはどう思う？普通にナチュラルに司ってもう仲いいんだな。彼らが過去に侵略したなら僕たちの知る歴史も街も矛盾してる。矛盾してるんだよ。そう、それがわかんないんだよ。だから俺が前回の考察動画で言ったんだけど、じゃあ全部データなんじゃないかな。矛盾なんだよね。だって全部行かなくていいじゃん。1945年だけさ潰しちゃえばさ、後の時代はさ存在しないはずじゃん。けど全ての時代に怪獣が現れる、重機が現れるっていうのが分かんないんだよね。確かに僕たちが侵略されたのは去年。去年2104年だ。これじゃあ2105年ってこと。だけど過去に怪獣が来た記録なんてない。ないんだ。タイムパラドックスか。はあ、詳しく。奴らが来たことで平行世界に分かれたんだ。なるほど、マーベルのアベンジャーズでね、今そういった平行世界とかね、いろいろやってるんで、その知識を頼りに頑張ります。怪獣には時間を戻る技術があるんだ。ああ。未来に影響がないとは考えにくい。いや、これを時間移動の装置だと考えるのは早計なのかもしれないよ。ああ、そうだからさ、俺もそれ思ってて、全てがデータなんだとしたら、ただデータを行き来してるだけっていう可能性はあるよね。それは別に未来とかじゃなくて、もう45年も
85年も2025年まで全部データだとしたら関係ないと思うんだよな。おお、ちょっとどうした。揺れてる。激しいな。いつもの地震とは違うみたい。うん。大丈夫？おっそ。起きの走るのおっそ。どうした？どうした？あ、同じこと言ってる。カウントダウンが。あ。ゼロになってる。あ？まさかこの地震が始まったんだ。え？これを見て。何？円盤内の区画がどんどん消失してる。うわ、やば。地殻が崩れてる。大規模な災害だ。標高が海抜より下がってる。はあ。海に沈んでるの。え？この勢いだとここも危ないぞ。カウントダウンはこれだったんだ。ん？これは助からないぞ。大きな何とかしてくれよ。こうなったら過去の時代へ退避するんだ。うわあ。沖野走るの遅いな。走るの遅いな沖野。42.195 キロを走る時のペースなんよ。転送装置に乗ってくれ。二度と戻れないかもしれないぞ、うん、ここに残っても助からない。1985年にこれで行くんだ。行くぞ千尋。ほら乗って。開始タイマーをセットしたら僕も装置へ行く。いいから行け。分かったよ。それなら転移先の座標はセクター4だよ。スミレ橋にしてくれ。あー、崩れずに残ってた。そういえばそんなところの記憶あったな。聞いただろ装置。うん。沖野、お前絶対戻ってこいよ。生きて帰ってこいよ沖野。待ってても動かない。話しかけるんだね。どのセクターも設定できない。え？わからない。反応がないんだ。なんで？どこか行けそうな地帯を探す。おう、頼むわ。装置にいてくれ。おう、急いで。これだ、セクター。あ？セクターゼロ。年代は不明だが。あ？今行けるのはここだけだ。どこ？スカス君、早く装置。お、早く。ダメだ。え？タイマーがセットできない。おきの。操作する。君たちだけでも行ってくれ。うわあ。スカス君。ごめんおきの。敵だと疑ってて。めちゃくちゃいいやつじゃん。あ、2089年。これがセクターゼロなんだ。セクターのゼロって何を表してるんだろう。ここから始まったわけだよね。街のディスプレイに書いてあった。ここは2089年、うん、僕らは16年前に戻ったんだ。ああ、確かに前回の考察動画でそういった描写があったな。そうか、通りで。ほら見て。てか16年前ってさ、ちょうどこの子たちが生まれた年代なんじゃないの。だって16歳でしょ。おそらく川向こうの再開発エリアに新世紀タワーがないわけだわ。はあ。2100年にできたビルだから。なるほど、11年後ね。立つのはまだ10年以上先なのね。うん。このまま待っててもダメだ。行こう、司君はもう来ない。はあ。ほら、その向こうの敷島ステートビルも。行こう。うわー、ずっとここにいる気。沖野くん置いていけるわけない。うわー、なんか涙出そう。だってそうでしょ。この時代、僕と君はまだ赤ん坊で、うん、君のお母さんだって君がわからない、うん、僕たちの国民 ID も使えない、うん、決済どころか公共機関はどれも無理、うん、冷静に考えると絶望的だな。見知った街に見えても、この16年前の世界は僕らにとって異世界だ、うん、戻れない以上どうにかしないと。いやー、重郎が冷静で助かるね。これからどうするの。うん、15年後に起こる災難をみんなに知らせなきゃ。みんなに知らせる。信じると思う。わからない。信じないだろうね。信じなきゃ。僕たちで何とかするしかない。うん。
どうなるか知っているのは僕たちだけだ。うん。円盤に戻る方法を探そう。今もこの地面の下にあるはずだ。あそこに戻れば。そうか。なるほど。沖野くんを救いに時間を戻れるかもしれない。かもしれない。だからまず今日生きるのが先決だ。かっこいい。久しぶりに沖野じゃねえや、比べ十郎編やったらめちゃくちゃ主人公してる。ずっとただ礼を言わない男としていじり続けてきたけど、今日ちゃんと主人公してる。食料の確保と眠る場所を探そう。うん。そうね。行こう。ああ、希望が見えてきた。はあ。それから二人は何年か裏社会で生きていくんだ。裏社会？なんでちょっと距離取られたの？近づかないで。どうしたの？夢に出てきた彼の名は沖野司と言っていた。うん。どこかで彼を見たことがあるような。この時代にもいるもんね。その記憶は以前のあなたのものじゃない。え？森村と共に16年を巻き戻したあいつだわ。え？どういうこと？関ヶ原？誰なの？何度も時間を遡って、うん、繰り返してる人物。誰？時間を信じられないな。教えて誰？そいつの記憶よ。そいつの記憶なの？でも名前は泉十郎だ。ちょっとわかんね。未来の僕ってこと。違う。あ？別の泉十郎。やっぱ泉十郎二人いるの？消滅した世界の別の存在。近づかないで。うん。危険な存在だと教わったわ。ずっと距離保たれてる。じゃあ僕が夢で見るのは、うん、消えた世界の記憶で、芝くんが別の世界の泉十郎。その人物は意識だけをドロイドに移して逃げた。意識だけ？あ、わからん。ちょっと今そうしたいの俺だよ。今頭抱えたいの俺だから。おやおや、先輩は調子が良くなさそう。しばくん、たっくん、おしゃべりだな。うわ、やめろ。おいおい、東雲涼子は変なんだ。言ってることを真に受けるとお前もおかしくなるぞ。おお、本当に何者だよあいつ。ああ、ロックされた。意識だけの犯罪者をクリアすると、高宮ゆきの。なるほどね。みんなわかった？なにこれ、時坂神社沖の司に行けるパターンもあるんだ。あー、ミステリーファイル見るか。クラベは芝九太に毎日渡せるビデオテープによって記憶を操作されているが、それに気づくたびに直前の記憶を消されてそのことを忘れていると。すごいね、みんなこんなゲームクリアしてたんだね。クラベにしかその姿を見ることができない。合成人間48級。芝は自分が泉十郎だと名乗り、自分の記憶がすでにクラベの頭に入っていると語ると。ちょこちょこ救命編見るようにしよっかな。で、比べ十郎の今回は芝なんて知らないっていうのと、デジャビュー。そうだね。その記憶は別の泉十郎の記憶。だからそう考えると、まあ、そもそもじゃあ泉十郎二人いますと仮定したときに、一人は芝九太なんだよ。芝九太というなんか形をしてる記憶の器みたいなやつがいて、そいつがなんかわかんないけど比べ十郎に偽の泉十郎の記憶を植え付けようとしていると。で、本物の泉十郎が別にいて、
だからこれまでのここの泉十郎の記憶の中に本物パターンの泉十郎の記憶と偽物パターンの泉十郎の記憶が混在しているというクソややこしいことになってるはずなんだよね。で、普通に考えたら2時間機械で助けた十郎がおそらく正義で、他の学生や研究室研究員を殺して爆破したとかいう泉十郎が芝九太なんだよ多分。だからその理論でいくと芝九太は敵です。この仮説でいくと芝九太は敵です。そう考えるとすごいよね。俺シャープ1でさ、芝九太ね、九太は九太面白いなみたいな、なんか推しになるわみたいなこと言ってたのをさ、クリアした人たちはどんな目で見てただろうな。あ、やってるやってるみたいな感じだろうかな。ということで本日はここまでにしたいなと思います。次回は追走編。うわ、そっか、ここもできない。え、誰しよう。逆に高宮ゆき行く？いや、でもどうしようかな。やっぱ一周した方がいいかな。ちょっとわかんね。近い人やりたいよね。ここでなんか関ヶ原行くのはなんかだいぶ話がなんか飛びそうな気もするんだよな。高宮行くか。高宮行きます。次回。で、意識だけの犯罪者をクリアできるかどうかわかんないけど。わかんないけど、次回で 60% 超えれば、その次にイオリちゃんができるので、やっていきたいなと。お前マジで一番最後だね、これで、ね。80% 以上の主人公12人なんてさ、めちゃくちゃ後半じゃん。ミッシングメモリー。まあ、この2人はな、もう、相思相愛だから。で、ヒジヤマも結構終盤だよね。8人か。ああ、そう、崩壊編もな、やんないとな。ちょこちょこやりたいなとは思ってはいるんですけど、次回はちょっと高宮ゆきやりたいなと思います。ということで、チャンネル登録と高評価とコメントの方、よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。